ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なんか最近、悪いニュースばっかり聞くわね。流行り病のせいでみんな敏感になってるんだろうな。身近な人もだけど、芸能人たちもかなり気にしてるみたいだぜ。芸能人がねえ。自分から命を絶つような人もいたわよね。悲しいことにな。それじゃあ今回は、不可解な死を遂げた芸能人5選について解説していくぜ。最初に紹介するのは三浦春馬。彼は日本の俳優にして歌手で、所属事務所はアミューズだったぜ。日本を代表する俳優の一人としてドラマや映画、舞台、ミュージカルと幅広く活躍して、演技力は当然ながら、卓越した歌唱力とダンスの技術で表現者と呼ばれていたんだ。三浦さんの死は全国で話題になったわよね。まさかあの人が、って、誰も予想できなかったよな。彼の死についてだけど、2020年7月18日、ドラマ、お金の切れ目が恋の始まりの撮影の仕事が入っていたから、マネージャーが彼の自宅へ迎えに行ったんだ。けど、応答がない上にメールを送っても返事がなかったから、管理会社が部屋の鍵を開けて入室した。すると、三浦さんはクローゼットの中で首を吊って意識のない状態で見つかったから病院に搬送されたけど、その後死亡が確認されたぜ。首吊りかぁ。苦しかったでしょうね。楽な方法じゃないだろうな。所属事務所のアミューズは49日に際してのコメントで、彼が自ら命を絶ったであろうことを告げたんだ。葬儀告別式は親族と所属事務所の関係者だけの密葬で、2020年7月20日に取り行われたぜ。まだまだ未来ある若者だったのに、どうしてこんなことになっちゃったのかしら。それには諸説あるな。中には誰かに命を奪われたって主張するものもあるぜ。三浦さんが亡くなる前日の7月17日は、彼とアミューズとの契約が終了する日でもあったんだ。けど、ファンの中にはこの契約を快く思ってない人がいて、そうした人が三浦さんを襲ったんじゃないかっていう考えだな。事務所との契約が切れるからって、そんな行動に出るかしら？まあ、あくまで一説に過ぎないぜ。あとは、愛犬の死なんてのもあるな。彼は小麦ちゃんっていう犬を飼ってたんだけど、三浦さんが亡くなる2年くらいは全く話題に上がらなかったんだ。このことから、小麦ちゃんはすでに亡くなっていて、そのことにショックを受けて自ら死を選んだんじゃないか、とも言われてるぞ。愛するペットが亡くなって精神的に応える人っているもんね。彼もそうした人だったのかもしれないな。三浦さんの死には他にも色々不審な点があって、例えば、遺書はないって報道されてるけど実際には遺書らしきノートがあったり、親子仲が悪かったからそれが関係してるんじゃないか、とか言われてるぞ。探せば探すほどいろんな説がありそうだわ。次に紹介するのは竹内優子。彼女は女優で、1996年に新木曜の怪談サイボーグでデビューした後、2005年に映画今会いに行きますで日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞してるぜ。すっご、こんな人でも亡くなっちゃったの？残念ながらな。竹内さんは2020年9月26日夜、夫の俳優中林大輝と夕食を取った後、2階に向かったんだ。それから中林さんが寝室に入ったんだけど、そこでウォークインクローゼットの中でぐったりした状態の彼女を発見したぜ。すごい急ね。何の前触れもなく、いきなりだからビビるよな。翌日の午前2時前に119番通報したけど、搬送先の病院で死亡が確認されたんだ。遺書は見つかっていないそうだから、もしかしたら突発的なものだったのかもしれないぜ。夫婦仲も良くて、二人の子供に囲まれた幸せな生活を送ってるように見えてたけど、その一方で、一部からは育児の大変さや今後の仕事について悩んでいたんじゃないかっていう指摘があったんだ。竹内さんほどの大女優なら仕事には困らなさそうだけど？そうもいかない。彼女が亡くなったタイミングはまさに流行り病が蔓延していく真っ只中で、会社の倒産や失業、休業による経済的な不安が広がってたからな。緊急事態宣言が出て外出自粛とか飲食店なんかの営業自粛、時短営業要請、リモートワークリモート需要とか、生活は大きく変わった。特に、竹内さんの場合は2020年1月に第2子を出産したばかりだったのも重要だな。というと、生後8ヶ月の乳児を抱えていたことを考えると、産後の体調不良とか授乳、夜泣きなんかから来る睡眠不足に襲われたんじゃないか？で、それに伴う産後鬱に陥った上に、流行り病のせいで育児にも衛生面で気を使わないといけないし、気分転換に散歩や公園にも行けない状況にあったんだ。なるほど。そうして日々のストレスが溜まっていって、自ら死を選んだってわけね。まあな。そんな状況に置かれた竹内さんが、家族とか医師、相談窓口に悩みを相談できていたのかも気になるぜ。ただ、彼女の場合周囲の人に気を使うタイプの人だったから、相談なんかもやりにくかったのかもしれないな。周りの人が気づいてあげられればいいけど、難しそうだわ。
本人が平気そうでも、優しい言葉をかけてあげられたらまた違う未来があったかも。次に紹介するのは木村花。彼女は日本の女子プロレスラーで、所属はスターダム、芸能活動においてはウォークに所属してたぞ。レスラーさんなのね。タフなイメージがあるから大丈夫そうだけど。心は普通の人と何ら変わらないからな。2020年5月23日、連絡が取れないことを不審に思った母の京子さんが自宅マンションを訪ねると、ベッドに心肺停止の状態で倒れているのを発見したんだ。病院へ救急搬送されたけど、死亡が確認されたぜ。自宅リビングには手書きの遺書と見られるものが見つかったこととか、硫化水素を発生させたと見られる薬剤の容器が見つかったことから、自分から命を絶ったと見られてるな。うわぁ、これはお母さん辛いでしょ。なんでこんなことになったの？木村さんには以前からリアリティ番組テラスハウス出演時の言動をめぐって SNS で誹謗中傷を受けていたんだ。特に、コスチューム事件以後は批判が激化してたな。コスチューム事件？ああ。テラスハウスで彼女がプロレスの試合用コスチュームを洗濯していたんだけど、洗濯機から取り出すのを忘れて出かけてしまったんだ。その後、現在はアーティストとして活動してる小林海さんが洗濯機にコスチュームが入っていることに気づかずに、自分の洗濯物と一緒に洗濯と乾燥をしてしまったぜ。そんなことしてコスチュームは大丈夫なの？全然大丈夫じゃなかった。コスチュームは縮んで着られなくなってしまうんだ。この出来事がきっかけで木村さんと小林さんは喧嘩別れするんだけど、それを機に木村さんへの誹謗中傷が増えたんだな。しかもこれ、番組側のやらせなんだぜ。やらせなの？信じらんない。マジだぞ。京子さんが週刊文春の取材に応じたところ、木村さんがスタッフから指示を受けてやったって証言したんだ。事実、木村さんのスマートフォンには京子さんの証言通り、やらせを裏付ける LINE のメッセージが多く残されてたぜ。ってことは、木村さんはスタッフの指示通りにしただけってことね。それなのに誹謗中傷を浴びて、最後には自ら命を絶つなんて、あんまりだわ。次に紹介するのは芦名聖。彼女は日本の女優にして元女性ファッションモデルだったぜ。主演もできて脇役もできるバイプレイヤーとして有名だったわね。そんな彼女も、流行り病で心を病んでいたとされてるんだ。自粛のせいで家族に会えなくなって、少しずつおかしくなっていったんだろうな。彼女は芸能界を夢見て中学卒業と同時に福島県から上京したんだけど、東京で一人奮闘する芦名さんの支えになっていたのが家族だったんだ。どれだけ忙しくても頻繁に帰省して、2011年に発生した東日本大震災以降は東北の復興支援にも力を入れていたくらいだぞ。芦名さんにとって家族は特別な存在ってわけだわ。家族に会えなくて、相当寂しかったんだろうな。2020年7月20日、彼女はインスタグラムに恋しい家族が大好きな私会いたいって書き込んでたんだ。実際、流行り病が広がってからは実家に帰らなくなったみたいだしな。帰りたくないっていうより帰ってはいけないっていう気持ちだったんでしょうね。これは精神的に応えるわ。だな。しかもだ。芦名さんは最初に紹介した三浦春馬さんとは弟のように接していた親友のような間柄だったんだぜ。そんな人が自ら命を絶った挙句、流行り病のせいで家族にも会えなくなった。こうして孤独に置かれた彼女の心中では、どうしようもない不安や孤独が募る一方で、それを癒してくれる人がいなかったのがきっかけになったのか、2020年9月14日、自宅マンションで首を吊っている姿で発見されたぜ。そばで支えてあげられる誰かがいたら、こんなことにはならなかったかもしれないわね。そうだな。2019年には俳優の小泉孝太郎との熱愛が報道されたこともあるんだけど、その年の秋頃には破局してるんだ。もし二人の関係が続いてたらって思うと、また別の道があったかもな。結婚して新しい家庭を築いてれば、寂しい思いはしなかったかも。最後に紹介するのは大杉蓮。彼は日本の俳優にしてタレントで、300の顔を持つ男とかカメレオン俳優なんて異名を持ってるぞ。異名ってかっこいいわね。そう呼ばれるだけの実力があったってことだろうな。ただ、そんな大杉さんを突如、不幸が襲う。2018年2月20日深夜、主演ドラマバイプレイヤーズもしも名脇役がテレ東朝ドラで無人島生活したらのロケのために、滞在していた千葉県富津市内のホテルで腹痛を起こして、番組関係者に付き添われてタクシーで救急病院へ搬送されたんだ。到着時にはすでに重体で、総合病院への搬送も検討されたけど、治療が間に合わないという病院側の判断で、集中治療が継続されたぜ。一刻を争う事態なのね。現場はかなり緊迫した空気だったろうな。それでもさらに容体が悪化して、結局、2月21日午前3時53分、急性心不全で千葉県千葉市の病院で、病院に駆けつけた家族やドラマ関係者、事務所関係者たちに見守られながら永眠したんだ。
病院に搬送されるまでは終日撮影とか取材を行ったけど、体調に変化はなくて、順調に進行したし、終了後は共演者と一緒に食事をしていたくらいだぜ。すごい急に亡くなって、残念だわ。ただ、これには奇妙な出来事が起きてるんだ。っていうのも、大杉さんの死を予言した浜600っていう人物がいて、彼は大杉さんの亡くなるちょうど1週間前にヤフー知恵袋に大杉蓮の死亡日はって投稿をしてるぜ。何それ、こっぱ。しかもだ。この浜600はツイッターもやってるんだけど、そこにはファインドミーっていう怪しい言葉と一緒に皇居の林を指し示す 126.33.194.72 っていう数字があったんだな。ファインドミー、私を探しててことよね。それに皇居、わけがわからないわ。かなり不気味だよな。で、結局この浜600の正体は不明なままなんだ。一方で、大杉さんの長男でフォトグラファーの大杉俊平さんはネット上で広まっている予言については全面否定してるぜ。まあ、常識的に考えて人の死を予測する、なんて無理だもんね。たまたま当たったって考えるのが普通でしょ。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。